はい、キャプテンスのバイブルトークです。今日は9月の4日分です。ヨハネの福音書19章1から16まで。19章。これバラバのところね、バラバのメッセージの後です。そこでピラトはイエスを捕らえて鞭で打った。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の衣を着せた。彼らはイエスに近寄り、ユダヤ人の王様万歳と言って顔を平手で叩いた。ピラトは再び外に出てきて彼らに言った。さあ、あの人をお前たちのところへ連れてくる。そうすれば私にはあの人に何の罪も見出せないことがお前たちにわかるだろう。イエスは茨の冠と紫色の衣をつけて出てこられた。ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。ね、この人、見よですね。最初たちと下役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは彼らに言った。お前たちがこの人を引き取り十字架につけよう。私にはこの人に罪を見出さない。もうちょっとやけになってますね、ピラトもね。もし、ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。その律法によればこの人は死に当たります。自分を神の子としたのですから。ピラトはこの言葉を聞くと、ますます恐れを覚えた。そして再び総督官邸に入り、イエスに、あなたはどこから来たのかと言った。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこでピラトはイエスに言った。私に話さないのか、私にはあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威もあることを知らないのかと、急になんか強気になりますけども、イエスはこれに対して本当にね、明確な答えを言います。イエスは答えられた。上から与えられていなければ、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに引き渡した者にもっと大きな罪があるのです。ピラトはイエスを釈放しようと努力したが、イエス、ユダヤ人たちは激しく叫んだ。この人を釈放するのなら、あなたはカエサルの友ではありません。自分を王とする者は皆、カエサルに背いています。ということで、ピラトはこれらの言葉を聞いてイエスを外に連れ出し、敷石、ヘブル語でガバタと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。ここでちょっと一回切りますけども、権威、というものがね、ここに出てきますけども、で、ピラト権威があるとかちらつかせながら、でも結局、まあ、権威使えないじゃんっていうことですよね。結局、釈放しようと、すごい頑張ったんだけども、で、罪ないし、イエス・キリストは、イエスは。だけど、結局、こうね、それじゃああなたはカエサルの友じゃありませんよと、逆にこのね、カエサルの権威を使われて、権威に、地上の権威のね、俺権威持ってるよって言ったんだけども、もう一つの権威に負けたっていう形ですけども、イエスが言ったのは、あなたはというかね、あなた方は私に対して何の権威も持って、神様の権威以外のものは本当にもう意味がないっていうようなことを、ね、犯罪者でこれから殺される立場でありながら、一番権威を持っていたのはイエス・キリストということですね。この人には罪がないっていうふうに言いながらも、ユダヤ人への恐れから、もう優柔不断な総督ピラト。そしてこの後ですね、その日は杉越の備え日で、時はおよそ第6の時であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。見よ、お前たちの王だ。彼らは叫んだ。覗け覗け、十字架につけろ。ピラトは言った。お前たちの王を私が十字架につけるのか。祭司長たちは答えた。カエサルの他には私たちに王はありませんって、祭司長がそれ言っちゃまずいでしょとね。信仰のリーダー、ユダヤ教の最初でありながら、私たちの王はカエサルですって言ってしまう、このもうダメな、もうね、末期ですね。ピラトはイエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。彼らはイエスを引き取ったということで、16枚ですけども、杉越の備え日っていうのが、パラスケウユ、安息日の前日、杉越の祭りに属する安息日の前日っていうことで、まあ、杉越の、まあ、備え日っていう、なんだろうね、まあ、前日ってことらしいんですけども、まあ、その時にこういうことがあったということですが、まあ、終始一番偉そうっていうか、偉そうというか、権威を持ってるのは、罪人であり、これから殺されるイエス様で、他の人たちはもう権威も何もないっていうね、ピラトであり、祭司長であり、もう、お前らの権威というか、お前らのその、なんていうかな、
立ち位置どこだよっていうのをね、言いますけども。はい、ということで、それではまた。ごきげんよう。